はい、皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の渋山です。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介するお車はこちらのお車になります。はい、こちらのお車、新型ハイエースバンスーパージエルダークプライム2ディーゼル肉のお車ご紹介したいと思います。はい、では早速細かいところをご紹介していきます。まずこちら、トヨタのセーフティーセスの方がついております。あとパノラミックビューモニターとインテリジェントクリアランスソナーの方もついております。はい、続いてこちらの方がフレックスオリジナルのデルフィンドラインのフロントリップスポイラーの方がついております。続いてこちらの車の車高は2インチローダン施工をさせていただいてます。なのでノーマル車高より約5センチ車高が低い状態になってまして、とても乗り降りのしやすいお車となっております。はい、はい、続いてタイヤの方がグッドイヤーナスカータイヤにデルフ03の17インチのタイヤとホイールが入っております。こちらデジタルインナーミラーのカメラの方がついております。はい、続いてテールの方は、フレックスオリジナルのプレステージという LED のテールがついております。ちょっと光らせてみますね。ご覧いただけましたでしょうか。今こんな感じで光るようになって、であのウィンカーの方もポテンシャルタイプになっております。はい、で続いて、先ほど前でご紹介したインテリジェントクリアランスソナーの方が後ろの方にもついております。はい、こちらの方にはバックカメラ搭載済みです。はい、続いて内装がこのようになってます。はい、こちらの車は、ハイエースバンということで、5人乗りの車になります。で、前半分が座席、後ろ半分が荷室スペースとなっております。で、今荷室スペースにまだ何もカスタムされていないので、これから、いろいろカスタムできるお車となっております。こちらのお車、両側小窓付きの手動ドアのお車となっております。で、内装が、ダークプライム2ということで、天井の方が暗くなっているのと、前席ハーフレーザーシートの仕様になっております。はい、続いてこちらのルームミラーご覧いただけますでしょうか。先ほど後ろでご紹介したデジタルインナーミラーのカメラの方がルームミラーに連動していて、こちらに液晶で映るようになってます。はい、でナビの方がパナソニックのストラーダナビになります。7インチですね。でナビ周り、シフトノブ、ハンドルの方が特別仕様車の仕様になっております。はい、続いてこちらがバックカメラになります。右側が普通のバックカメラで、左側がパノラミックビューモニター、上から映し出されるようなものになっております。はい、はい、続いてこちらのお車には AC の 100V のコンセントの方がついているのと、運転席側の方には ETC の方も搭載されております。はい、では前に戻ります。
かがでしたでしょうか。こちらのお車、ディーゼル肉になりますので、もちろんパワーもございます。で、内装の方も、これからいろいろカスタムできる、お楽しみな1台となっておりますので、気になった方はぜひ南大阪店までご来店ください。最後までご視聴ありがとうございました。